おはようございます。阪神、今シーズン8の、引き分けということで、今日はね、まあ8回ね、ちょっと追いつかれちゃって、逃げ切れなかったですね。まあゲーム展開的にもね、今日はこう、緊迫した展開というか、まあ投手戦がね、続いてましたね。青柳投手と奥川投手。本当にね、二人ともめちゃくちゃいいピッチングしてて、どっちもね、6回を、まあ1失点とか2失点とかね、まあそういう内容で、なかなかね、こう、奥川投手からチャンスをね、作れなかったっていうのが、ちょっとね、痛かったですね。高校生のね、ルーキーに手こずってしまったと。まあ、かいう感じですね。まあでもね、ちょっと心配なのが、大山選手ですね。4回の裏の守備から、ちょっと交代ということで、で、さっきね、ちょっとヤフーニュースを見たら、登録抹消っていうね、ことらしいんで、まあちょっとね、キャンプの時から背中の張りっていうのがね、まああったりはしたんですけど、まあそれがね、ちょっと悪化してきてるという感じで、まあ大事にね、至らないためにも早めのね、処置というか、今はね、そんなに重症って方じゃないと思うんですけど、まあ大事を取ってという形だとね、思うんですけど、やっぱり4番がね、抜けたというところで、まあ今シーズンもね、しっかり、3割近くね、打率も残してたし、まあ5本ホームラン打てて、打点はね、リーグ3位か今、っていうところなんで、まあチームとしてはね、ちょっと痛いですよね。やっぱ4番が抜けるとね、打線のその軸というか、そこが、崩れるし、まあ厳しいところであるんですけど、まあロハスジュニア選手がね、これでまあ1軍に上がってこれやすくなったというか、まあそういった点ではね、いいのかなと。まあどれぐらいね、ロハスジュニア選手は1軍でやれるのかっていうのが、やっぱり早めにね、分かっといた方がいいし、そういった意味でね、まああえてポジティブに、考えるなら、まあ、ロハスジュニア選手を自分には上げれる、まあ、試せるというところですかね。まあ、それでね、大山選手ぐらいね、打ってくれたら、本当にもうチームとしては大助かりなんですけど。はい。まず試合はね、3回に、ツアーとかのね、チャンスを作ると、丸選手が昨日に続いて、先生はね、タイムリーヒットを放ってくれましたラパンパラーはい、これでね、まあ、昨日に続いて2日連続の先制ヒットですね。本当に頼りになるね、3番バッター。コンパクトなね、スイングで、インコースらへんのボールを、ライドにね、弾いて、はい、2点ね、これで入ったんで、この先制点はね、本当に大きかったですね。これがなかったら、ワンシーン負けてるんでね。あと今日、マルス選手はね、守備でもね、いいプレー見せてました。バントを、まあ、素早くね、チャージして取って、サードにね、投げて、アウトということで。はい、まあ、あのバントのね、チャージ良かったですよ、本当に。甲子園でも、確か、同じようなね、場面があって、今シーズンはね、本当にファーストとしても、優秀なね、成績を残してます。はい。このままいけばね、オールスターとかね、あり得るよ、全然。テイグの中でね、まあ本当にまあ、ビシダ選手もね、いるんですけど、ファーストってところを考えたときに、あ、でも、赤井選手がいるか。うん、まあでもね、まあ狙える位置にはね、来てるんじゃないかと、はい、思います。はい、まあその後ね、試合は2対1と、やって進んでいって、7回ですね、7回。2アウト2塁とね、チャンスで、代打をね、糸井選手を迎えたんですけど、ここでね、2塁ランナーの佐藤輝明選手が、まさかの牽制で刺されるっていうね、あれがね、めちゃくちゃ痛かったな。今日のね、試合の展開とか考えたときに、そこがね、やっぱりラストチャンスになってしまったというか、やっぱり8回清水投手、9回石山投手っていうね、ヤクルトの結構安定したね、リリーフピッチャーがいるんで、7回でね、なんとかしたかったんですけど、まああれはね、結構ね、牽制めちゃくちゃね、上手かったんで、まあやっぱりね、ルーキーの、あと、寺脇選手なんで、まああまりね、攻められないんですけど、まあ結果的にはね、ちょっとあそこが、痛かったなと。で、今8回の裏にね、まあ青木選手のね、セカンドゴロが、まあ内野安打にね、なって、これでね、同点にね、追いつかれるというところで、岩崎投手がね、10試合ぶりのね、失点ということで、岩崎投手でね、点を得られたらもう仕方ないんですけど、まああの青木選手の気迫のね、ヘッドスライディングというか、最後ね、倒れ込みながら一塁に駆け込むっていう。はい、まあちょっとね、中野選手のね、送球も逸れてしまったっていうのがあるんですけど、やっぱりね、ヤクルトのね、今日は執念に、やられましたね。まあ引き分けで終われただけでまだ、良かったんじゃないですかね。はい。まあ阪神はね、今シーズン初めて引き分けということで、まあ他のチームに比べたらね、まあ結構ね、勝ち切ってる試合の方が多いんで、まあ今日もね、引き分けはしょうがないですね。まあ今日は、ピッチャーがね、頑張ってくれました。まあ青柳投手がね、6回投げて、6安打4打三振、1フォアボール、1失点ということで、はい。まあ、今日もね、クオリティスタート決めて、これで5試合連続のね、クオリティスタート。もうね、完璧っす。本当にね、好調ですね。先発ね、阪神安定してるんですけど、青柳投手はね、まあ、その中でもね、まあ、しっかり抑えてくれるんで、まあ、最近はね、ちょっといいピッチングしてても勝ち星がついてないということで、なんとかね、3勝目をね、つけてあげたかったんですけど、まあ、今日もね、ちょっと勝ち星をつけてあげられなかったですね。はい。そしてね、岩沢投手が、今日はね、1回を2奪三振。ということで、パーフェクトピッチングですね。ちょっとね、調子をね、落としかけた。日が2回ぐらいにあったんですけど、まあ、しっかりね、今日はストレートも走ってたし、状態もね、良そうでしたね。まあ、7回にね、勝利の方程式として使っていたんで、まあ、今はね、小林投手が投げてるんですけど、そこで7回にね、やっぱり左右で頼りになるピッチャーがね、いたらいいんで、
まあ、小林投手とね、二人で7回をね、任していきたいですね。そしてね、今日は打つ方では、近本選手がチーム唯一のマルチ安打ということで、2安打ね、放ってくれたんで、状態的にもね、良くなってきたんですかね。打率も2割56厘ということで、ちょっと前まではね、2割2分やとか。だったんで、だいぶ良くなってきたんですかね。振りもね、増えてきて、まあ、近本選手らしいね、バッティングがだんだん見えてきてるんで、このままね、調子をね、維持してほしいですね。はい、今次は、DNA 戦かな ?DNA っていうことで、確か横浜スタジアムなんで、ハマスタね、銀行を生かして、貯金をね、増やしていきたいです。まあ、阪神ね、4連勝中で、しかもデーゲームはね、負けなし。っていうのはまだ続いてるんで、ハマスタでね、阪神打線ね、暴れてほしいです。はい、それでは今回ね、この辺動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方は、ぜひ、高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。